ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。前回はほんと楽しかったね。楽しそうだったね。ここで言い訳タイム。セナ君の誕生日があまりに楽しみすぎて13話に、11月2日にお会いしましょう、って言ったもののアップロードしてから、いやあと18日もあるじゃん、ってなってちょっと間が空いてしまいました。本当にバカですみません。ポイントスカウトもやりたいし、ハロウィンのキャンペーンとかもやってるし、とんでもないイベントは来るし、あーあとスターメダル、虹色開花とかやばくない？あとスタライザ。もういいもういいもういい。喋りたかったのは分かったから本題に入って。そうそう、イベントもだいぶ走ったし、誕生日も無事に終わったし、ストーリーもちゃんと読めたから、今回は特攻を狙って引いていくよ。うん、何もかも順番がおかしい気がするのは私だけかな。セナ君の誕生日から星5の流れを作りたかったから、しょうがないよね。そのよくわからないこだわり捨てない？そう、今回しのぶ君なんだよ。動物系可愛い大好き。虫？なぜか今回録画ミスしたので大人です。1話以来、申し訳ございません。よしよし引いていくぞ。なんか今回は引ける気しかしないんだよね。え？なんで虹色じゃないの？星5確定じゃないからだよ。そんなのわかってるよ。不安定なの？星4は兄ちゃん、星3は千秋先輩とゆうたくんだぜ。もう昇格は諦めるから攻めろ。ここでちゃんと特攻を引いてく私、超偉い。超うざい。というかやっぱりこの BGM なんだな。落ち着くよね。いや落ち着かないよ。もうイベントを応援してくれてるとしか思えない嬉しい。ユニットに入ってもらう。応援といえば兄ちゃんだよね。ほんとありがとう。兄ちゃんこれ誰に言ってるのかな？ミカちゃん、音声ないとバーンってのがないから寂しいな。なんで撮れてなかったんだろう。ミカちゃんごめんね。ああ、千秋先輩、大将の千秋先輩が来てくれた。動物系ほんと好きなんだよね。耳かわいい。あとはゆうたくんが出てくれれば。鼻に葉っぱついてるのかわいい。マジで小鹿さんじゃん。バーン、効果音自分で入れ始めた。佐久間先輩、このカードについてる褒めるボイスおすすめ。てか褒めるボイスみんな好きなんだよね。バーン、もういいよそれ。千秋先輩2枚目、星3で2枚目引けるとストーリー解放枠が増えるから心強い。お次は、おう、千秋先輩3枚目、大将のカードが来てくれるのはありがたい。星3でも出ない時は出ないからな。あとはゆうたくん。ゆうたくん、よかったこれでしのぶくん以外揃った。今回はすごいほんわかストーリーな感じする。しのぶくんと兄ちゃんと千秋先輩とゆうたくん。絶対可愛いやつじゃん。さて次は、兄ちゃん。わあ、やったやった嬉しい。兄ちゃんが来てくれたのも嬉しいし、2枚目だからイベントポイントが 4% アップになるのも嬉しい。イベント頑張るぞ。それでは聞いてください。ニトナズナさんで、兄ちゃんの演談。いやいやいや待て待て待て、何勝手に流そうとしてんだ。ダメか、通りくんだ。このストーリーはとてもおすすめ。これも日替わりで公開されてたね。千秋先輩。この顔好き。これは大将じゃないけど千秋先輩めっちゃ来てくれたな。以上です。大将のカードがいっぱい来てくれて嬉しい。今回のしのぶくんすごい可愛かったから欲しかったな。まあしょうがない。イベントに戻るぞ。今回のイベント走ってる方、一緒に頑張りましょうね。また次回のスカウトでお会いしましょう。次回はちゃんと録画できてるといいな。ごめんなさい。